真実はいつも一つ。はい。造園パートナーズの大森です。今回はですね、造園業の換算期の話というような感じになりますね。換算期ですね。えー、はっきり言ってですね、今ね、仕事がないというような感じの季節に入ってきているというような感じです。そんな会社はですね、えー、どのような感じでね、換算期過ごしているのかというような感じのね、謎を解き明かすというような感じですね。ま、造園業界というかですね、庭師さんの会社はですね、えー、換算期というような感じになっているんですけど どのように乗り切っていくかというのはですね会社によって様々ありますんでね今回はねその辺りの話をしていこうかなと思っております役立つ情報を発信しておりますのでぜひチャンネル登録よろしくお願いいたしますということでですね早速解説をしていきます一つ目はですね換算期は庭師だけというお話ですね実はですね今ね冒頭でもちょっとね言い直したんですけれども造園業全体が換算期というよりもですね庭師さんの会社が換算期というような感じになるんですよねまあ、これをですね1月からだいたい3月 月ぐらいまでが炭酸期というような感じですねまあ、繁忙期はですねそれ以降4月からこうだんだんねあのお盆ぐらいまで一気にこグーっときてですねそこからまたねちょっとだけ落ち着いてですねそれでまた年末まででこう繁忙期に入っていくというような感じのねだいたいサイクルになるんですけれども、えー、売り上げがですねかなりね冷え込むというような感じですね仕事がですね一切なくなってですね1ヶ月の出勤が4日だったよというようなね会社さんもよく私も知っているというような感じですねもう仕事が全然ないから出勤できないよと 1>, 1ヶ月間に出勤した日数がね、4日間と。 いうようなね会社さんをよく知っています1月の出勤がですね4日ですんで給料はねもちろんそんな感じの給料になるというような感じのね会社さんも存在するということですねまあどんぐらいなのかだいたいね想像つくということですそんな会社で働くのはですねなかなか大変だというような感じでね思いますねしかもですねそのような会社さんに限ってですね従業員の社会保障社会保険に入っていないという場合がね結構多くありますねまあ、なかなかね庭師さんとして働くにはハード ドルが高いかなって思っちゃったりするのはそういったところがあるのかなとは思いますですけれども、えー、換算期なのはですね実はね庭師さんとして営業している会社さんだけなんですね増援業自体でねやってますよっていうような感じであればですね実はそうでもなかったりもするというような感じですまあ、もちろんねあの個人定メインの庭師さんの会社が全部が全部そうだよということでもないんですけれどもあくまでもね一部の会社さんかなりね限られた一部なの かもしれないんですけれども、ちょっとね、全部は全部ね、こう調査したわけではないんで、何とも言い難いんですけれども、まあ、庭師さん、庭師さん、個人的の専門でね、もうそれしかやってませんよ、みたいな感じの会社だったらね、かなり1月から3月とかは厳しいんじゃないかな、というような感じです。まあ、ですけれどもね、そうじゃない会社ももちろんありますんでね、まあ、一部というような感じになりますえ。実際にですね、そのような会社さんね、かなりもう本当に4日しかね、出勤なかったよ、みたいな、そういった会社さんもね、本当にあります。 本当にあります。ですんでね、まあ、かなりね、気をつけるというかな、というかね、悲しいなと思うんですけれども、まあ、もしもね、働きたいというふうにね、思っている場合にはですね、ぜひとも注意をしていただきたいなというふうに思っております。ちなみにですね、私の会社がですね、運営している植木の求人 .com に求人をですね、掲載している会社さんはですね、このような換算機でもですね、仕事がある会社さんが多いというような感じです。ですんで、まあ、もしもね、働くことを検討している方はですね、ぜひ安心して仕事を探していただきたいなという いう感じなんですけれども、造園業全体でね、庭師さんと、その個人店名だけでやっている会社さんと、造園業全体で見るとですね、公共の仕事っていうのをですね、取ったりする。 ことができるんです,よ、ね、ですんで、公共の仕事ね、あの仕事なくなったから、個人的の仕事はね、ちょっと薄くなってきちゃったんで、公共の仕事取ったよって、公園のお手入れとかね、なんかこう、あの、この道路のね、こういうところの草刈りとかね、なんかそういったところでね、仕事があるんで、まあ、どん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 ね、職人さんもね、元気よく毎日毎日働けるというような感じなんですよね。ですんで、まあ、公共やっている会社さんはですね、基本的にはそんな感じでね、仕事はあるというような感じですんで、まあ困ることはあんまりないというような感じなんですよね。ですけれども、個人的メイン、専門でや っているというような会社さんをね結構困っちゃうこともあるというような感じですねですけれどもやっぱりね個人で専門でやってるよっていうような会社さんでもねもちろん仕事もたんまりありすぎて困ってるよというような会社さんもねありますんでねまあぜひともね転職検討している方はですね有益、えー、の求人 .com で探していただけたらなと思っております2つ目はですね関産期の過ごし方ようやくね、えー、謎を解いていこうかなと思うんですけれども関産期の過ごし方についてなんですけれども謎を解きたいんですけれども会社によっていろいろやってますんで、ね、ちょっと一概にはね何とも言い難いんです ですけれども、まあ、ざっくりね、簡単にいい紹介していきます。謎をね、解いていきますんでね。えー、とですね、造園だったりとか、外交。 ね、お庭をね、もう作るよとかね、作り直すよっていうような感じの仕事をですね、そのシーズンに回して、えー、受けているというような会社さんもありますねお。大体ですね、この繁忙期に入ってくるっていうのはですね、お庭のお手入れがですね、かなりこう受注が増えてくるというような感じなんですよね。草刈りだったりとか、木を切るとかね、伐採するとか、抜根するとかね、そういうのがかなり増えてきてですね、それ以外の仕事っていうのがね、えー、こう、あんまりね、入らなくなってくるというかですね、そういうのが入ってきた場合はですね、そういうちょっと関西機の方ね、もうちょっと待ってくださいね、みたいな感じでちょっとお待ち。 いただいてですねシーズン1月から3月ぐらいのシーズンに回しているというような感じがありますあとはですね多くのリピートのお客さんを抱えているために常に同じ量の仕事があるというような会社さんもね存在してますねですのでえー、とですねもうかなりねいっぱいこうやっぱりね長年やってるとですねあの固定のお客さんがですねこうリピートしていただけるようになるんですよねそうするとですねもう毎年ね同じ決まった月にねまあ言ってますんでっていうような感じで10月はここのお客様11月はここのお客様っていうような 感じで1月はここのお客様、2月はここのお客様というような感じでねまあ、いつもいつも2月に来ていただいてますとかねいつもいつも3月に来ていただいてますというような感じでね多くのお客様を抱えているというような会社さんも存在しておりますあとはですね勉強をしてですね繁忙期のための準備期間にしているよというような会社さんも存在しますねまあ、もうね仕事がないなら仕事がないなりにですね仕事があった時にですね蓄えをしといてですね1月2月3月というような感じでね社員の教育に時間を使っているというような会社さんも存在 しておりますそうすることでね、やっぱり繁忙期がですね、こううまくね、こう回っていてですね、さらにね、えー、効率よく。 こう、作業をね、進めるというような感じを目指してね、やっているよというような会社さんもあります。あとはですね、他の会社に出向しているよというような会社さんもありますね。まあ、ちょっとね、薄くなってきたんで他の会社さん手伝いに行くよってね、呼ばれてね、大きい現場が入ったんで来てくださいみたいな感じでね、行ったりするっていうような時もあったりするような会社さんも存在してますね。まあ、これはですね、えっと、個人でやってるような方がこんな感じでね、まあ何個かどれかというような感じになるんじゃないかなと思いますね。あとはですね、先ほどもね、ちらっと解説したんですけど、 けれどもその時だけ、公共の仕事を受注しているというような感じですね。まあ、その時だけに限らずですね、公共の仕事をですね、メインで受けたまっている会社さんっていうのはですね、もう一年としてずっとね、仕事があるというような感じになりますんでね、もうずっと同じく平均状態でね、もうずっと忙しいよみたいな感じになりますんでね、公共をね、あの、メインで扱っている会社さんですね、かなり一年中忙しいというような感じになります。あとはですね、最後なんですけれども、休むというような会社さんも存在しておりますね。私もですね、よく知っているんですけれども、もうね、休んでね、もう 1> 1ヶ月ずっっとと仕事ががななななななくてててもももうううううししょうがないいいいいよよよねみたいな空気になっているる会社さんも存在感じですまあ、そんな感じでですね、結構ね、いろいろね、どんな感じで過ごしているかというのがあるんですけれども、会社によってね、やっぱり考え方はいろいろあると思いますんで、どれが正解なのかなというのはね、あんまり言えないのかなと思いますね。まあ別にね、どういう風に過ごしていてもですね、その会社さんのやり方というような感じになりますんでね。ただですね、やっぱり単純に休むというのはですね、なかなかね、厳しいんじゃないかなと私は思いますね。 もう休んでいるのに理由がなく休んでいるよみたいな感じはですね、かなり厳しいなと思っております。私もですね、よく知っているんですけれども、換算期だからといってですね、休んでいる会社さんはですね、本当に未来がないなというような感じでね、思っちゃうというような感じですよね。まあやっぱりね、手を考えてない。先どうなるかっていうのを考えてないんで、もうどうにもならない。流れに身を任せるしかないみたいなね、良くないタイプの流れに身を任せている状態というようなことなんですよね。未来がないどころかですね、働いている状態 従業員もね、他に移っちゃうよというところもね、あったりしますんでね。まあ、もしもね、働くことを検討している場合なんですね、ぜひともね、換算期どのように過ごしてますかっていうのね、一つね、聞いていただけるとね、安心できるんじゃないかなと思います。まあ、今言ったみたいにね、あの、増援の仕事だったり、外交とかね、そういうのをね、そのシーズンに回してるよとかね、あの、リピートのお客さん多いんでね、そんなシーズンないよとかね、公共やってるからもう全然大丈夫だよとかね、勉強するシーズンにしてるんで、繁忙期に合わせてね、こう、グッていけるようにね、準備期間にしてるんだよとかね、あとはまあ、 ね <music> <music> えー、休む、休んでるよ、みたいなね。<laughs> そんな感じもありますんでね。まあ、ぜひともね、えー、転職、展開考えていらっしゃる方はですね、その辺のことも聞いていただければいいんじゃないかなと思います。ちなみにですね、私の会社でですね、仕事が多く入る時もありますし、かなり少ない時もあるというような感じですよね。まあ、今ね、えっ、ー、と、4年か5年ぐらい、4年ぐらいかな。会社やって5年ぐらいかな。会社やってるんですけれども、4回目か5回目ぐらいの冬なんですけれども、めちゃくちゃ仕事がね、バーンってあった時もありますし、そんなにないなって、ま、あ例年通りだなまあま、いつもの換算期だな、みたいなね、時もありましたし、まあ 普通に結構ある方だな、みたいな時もあったというような感じなんですよね。ですんで、なんとも言い難いんですけれども、初年度から目標にしていることはですね、仕事がなくても出勤してもらうというのをね、あの、 自分なりにね、私の会社としては目標にしていたというような感じです。仕事がないという状態はですね、やっぱりね、完全に社長に責任があるんだというふうな感じなんですよね。それ以外の何者でもないと。もう絶対的にですね、これはね、仕事がないのは社長のせいというような感じですね。えー、そんな社長の失敗をですね、働いている従業員にしわ寄せがいくのはね、とっても意味がわからないなと思いますんでね、自分の責任をなぜか担任にね、なすりつけちゃうよというような会社さんもあるということですよね。まあ、ぜひともね、気をつけていただきたいんですけれども、会社のリーダー はですねやっぱりね、絶対的に社長です。何が起きてもですね、すべての責任は社長にあるというような感じなんですよね。ですんで、どんな仕事、どんなに仕事がなかったとしてもですね、しっかりと出勤をしてもらっていたというような感じですね。先ほどね、ちょっと話したんですけど、仕事もバーンってあった時は、それはもちろんね、こうバーンと働いてもらっていたんですけれども、そんなにないな、やっぱりって言った時もですね、やっぱりね、毎日毎日、できるだけね、仕事をこう取ってきてですね、なんとかこうやってたというような時もあると。 いうようなことなんですよね。幸いなことにですね、本当に仕事が何もなくなってしまったよというようなことはね、まあなかったというような感じなんですよね。ですんで、なんとかね、今日までやってくることができたと思っております。3番目の話はですね、緊急事態宣言の話になりますね。運よくですね、今日まで会社を続けて来れたなと私はね、常々毎日ね、思っています。今日もよく今日まで来れたなと。 明日になったらね、また同じように良かったな、今日まで来れてというような感じでね、思ったりするんですけれども、昨年のですね、緊急事態宣言の時にですね、全く仕事がなくなったというような感じなんですよね。本当にですね、問い合わせは一件もなくなったというような感じでね、もうぼっかり一週間だか二週間だかね、ぐらいね、一気にポンと何にもないよみたいな感じになったというような感じなんですよね。今まで続けてきたのはですね、予定が全くなくなった のはですね、その時が初めてでしたね。で、まあ、今んとこね、そこ以外でですね、全く今日の予定ないよって言った時はですね、な,ないんですよ。で,ですね、緊急事態宣言の時はですね、もう今日ない、明日ない、明後日ない、しあさってないみたいな感じになってですね、もうどうしようみたいな感じになったというような感じなんですよね。で、えっと、その後後はですね、少しずつね、回復をしてき、 たたたのののしししてきんんでですすけれどもやっっぱりりねねね消費の冷え込みとといいうよううか体験なななよよ感じなんですよ、ね、今回のですね、緊急事態宣言もどのようになるのかっていうのはね、はっきり言ってね、わからないなと思っております。幸いなことにですね、私の会社ではですね、まだね、仕事が入っていると、もう1週間、2週間、3週間先ぐらいまでは、あまだね、はい幸いなことに入っているというような感じなんですよね。まあ、その時に比べるとね、かなり良くなってはいるんですけれども、それはですね、もしかしたらね、今だけなのかもしれないと、 いうのもありますし、やっぱりね、先のことは全くわからないということがあります。ですのでね、改めてお願いをしたいというような感じです。緊急事態宣言ではですね、私が携わっている業種、業界はですね、何も保証の対象になっていないというような感じなんですね。そしてですね、それはですね、何も私の会社だけではなくてですね、日本の全ての造園会社さんがそうというような感じなんですよね。 これはですね、日本だけではなくて、世界の造園会社さんがね、もしかしたらそうなのかなと思っちゃったりするんですよね。どうかですね、例年通りの通常通りの消費をね、していただきたいなというような感じでね、今回タイトル、助けてくださいというような感じにね、しているんですよね。今のところはですね、なんとかね、どこの会社さんも多分なんですけれども、緊急事態宣言が入る前からね、こう仕事が入っていたよというような感じのね、会社さん多かったと思います。やっぱりね、私の会社と同じでですね、その時にもう相当冷え込んでですね、もうこれ これはやばいというような感じでね、いろんな手、あの手この手、あの手この手みたいな感じでね、やってね、なんとかやっぱこの換算機分かってると思いますんでね、1、2、3でなんとか死ななきゃいけないなというところでですね、すでにもう手は打ってあって、えー、今月中の仕事はとりあえずあって、来月も入るかどうなのかというような感じでね、えー、ヒヤヒヤしているというような感じのね、会社の社長さん多分多いんじゃないかなとは思っているんですけれども、 私だけかもしれないんですけれどもね。なんとかね。ですんでね、やっぱりお願いとしてはですね、どうかね、例年通り、通常通りのね、消費をしていただきたいなと思っております。そうすればですね、必ずね、この危機を乗り越えるということがね、できるんじゃないかなと思っております。ぜひ、お庭のことでお困りのことがあればですね、うちの会社だけではなくてですね、日本全国、いい植木屋さんで、ね、たくさんあると思います。お近くのですね、造園会社さんにご連絡をしていただきたいなと思います。少しのことでもですね、心よく相談だけでもですね、受けた 待っていただけるんじゃないかなと思いますね。ちょっとなんか気が様子おかしいんですけど、ちょっとなんか来てくれますぐらいな感じでもね、全然ね相談乗ってくれるところもありますし、なんかあの去年ねあのしあの消毒してなかったから病気になっちゃったのかもしれないんでちょっと見てくれますかみたいな感じでもいいと思います。もうちょっとのことでもいいと思いますんでね、まあぜひね、えー、何かあればご連絡をいただければなと思っております。ぜひですね今年も1年通常通りよろしくお願いいたしますというような感じになっております。でまとめといたしましたですね。換算期に入りましてねとてもう。 売上げ落ちている会社さんもあるというような感じですねそうではない会社さんももちろん存在しているというような感じです関西期のね過ごし方についてはですね会社によってねいろいろありますんでねまあ何がいいか何が悪いかというところはねあんまりないのかなとは私は思っておりますですけれどもまあ、もしもね造園業に転職を考えているよという方はですねぜひね仕事のある会社ね出勤できる会社 をね、えー、探していただけたらいいんじゃないかなと思います。まあ、しっかりね、聞いてみることをお勧めしております。まあ、ぜひともね、その時の植木の求人 .com 概要欄にね、リンクいつも貼ってありますんでね、ぜひともそこちらの方から応募いただければいいなと思っております。そしてですね、えー、緊急事態宣言での消費の落ち込みがですね、やっぱりね、予想されるというような感じです。ぜひ、いつも頼んでいる会社さんがあるのであればですね、今年も絶対 第2頼んでいただきたいなと思っております。まあ、もしかしたらですね。困っていることもあるかもしれないというのがありますんでね。実際ですね。私の会社もですね。緊急事態宣言が終わったタイミングでですね。ご連絡をすぐにいただきましてですね。なんか緊急事態宣言だったんで、頼んじゃいけないのかと思ってました。みたいなね。いや、私も初めてなんでどうなんですかね？としかね。言いよう。 なんですけれどもね今のところはですね、やっぱりこの流れとしてはですね、消費はそのままでですね、なるべくね、家にいてですね、えー、なんかお時間を過ごそうみたいな感じにはなっていると思いますんでね、ぜ、ま、ひ、あ、ともね、毎年頼んでいるよというような会社さんがあるようであればね、もしかしたら困っているかもしれないというところなんでね、今年も頼む予定があるようであれば、今年もお願いしますというのね、ぜひとも言っていただければいいんじゃないかなと思います。ぜ、ま、ひ、あ、ともね、私からよろしくお願いいたします。ということでですね、今回は増援料の換算機器のお話をしております。役立 発信しておりますのでぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします私はですね造園業植木屋さん庭師さん業界全体が良くなるようにと思いましてこの動画このチャンネルを作っておりますぜひ応援の方もいただけたらなと思っておりますということで,ですね本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございますまた次の動画で会いましょう